にちは、野口達弘です。今日は釣り竿とリールを紹介したいと思います。この動画は初めて釣りをする人向けの動画です。釣りってめちゃくちゃお金がかかると思いませんか？でもそんなことないんです。だいたい5000円から始めることができます。では実際に僕が使っている釣り竿を紹介したいと思います。まずはこちらです。この釣り竿ですね。この釣り竿は一般的には投げ竿と呼ばれています。投げ竿は主にカレイやシロギスなどを釣るときに使うもので、よく砂浜から投げるときに使います。なので重りもとても重いものを使うので27となっていて、27号までのジェット天秤であったり海藻天秤を飛ばせることができます。これをカゴ釣りに代用することができます。価格も2000円ぐらいなのでとてもリーズナブルです。実際に10回以上使ってきましたが、壊れることもなくてとても使い勝手がいいと思っています。次にこちらの釣り竿です。これは、どちらかというと円筒用のモデルになっていて、値段は3000円で買いました。こちらの竿もとても使いやすくて、一応円筒用なので 4m50 の長さを持っています。先ほどの釣り竿は 4m20 だったんですが、こちらは 4m なのでさらに 4m50 なのでさらに飛ばすことができます。この動画を見ているお子さんであったり、女性の方などには 3m60 ぐらいの竿をおすすめしています。実際に伸ばしてみると、これぐらいの、こっからこれぐらいの長さでとても振りやすいモデルとなっています。はい、ここまでが釣り竿の紹介です。ではリールは何を使えばいいか、答えは簡単です。一番安いのを買ってください。こちらのリールは糸を変えてしまったんですが、だいたい1000円ぐらいで買いました。とてもこちらも長く使っていますが、とても使いやすいです。メーカーもの大和さんのリールも使っていますが、こちらもこちらで使いやすいです。ただ買うときに注意していただきたいポイントとしては、逆回転ができるモデルを買うことです。ダイワさんのモデルであったら、このレバーをこっちに移動すると逆回転ができるようになります。こちらの安いモデルでも、ここを押すと、こっちを押すと逆回転ができます。このように逆回転ができると何かと便利なので、逆回転ができるモデルを選びましょう。糸は1号、2号、3号、4号、5号などとありますが、個人的には4号や5号をおすすめしています。糸が大きく、号数が大きくなるほど糸が太いので切られないというメリットがありますが、反対に遠くに飛ばないというデメリットもあります。ですがカゴ釣りでは主に12号から15号の重りを使い、またコマセも大量に詰めるので重さが出ます。そのため、多少糸が太くても力任せに投げれば飛んでいくという性質があります。今回の動画はここまでです。何かわからないことがあったらコメント欄で質問してきてください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。